お笑いコンビ、相席スタート、山崎 K41 が25日放送のフジテレビ系、上田深夜のトーク検定590に出演し、相方、山添博士38の借金についてぶっちゃけた。ギャンブル好きの山添に、たびたび金を貸しているという山崎。ところが、今年に入ってちょっとした出来事があったという、今年の1月くらいに200万くらい一気に返ってきたんです。 二日くらいでボートレースで当てて、もう大丈夫です。K さん、今までお世話になりました、って。耳を揃えて借金を返してきたという。ここまでならいい話で終わるが、そこは懲りない男、山添え。その二日後に、またラインで、先生、50お借りできないでしょうか またも借金の申し出だったそうで、そこから2日間で200万をすぐ超えちゃって、今、言えない額のお金を貸しています。とも打ち明けて驚かせた。山添のやり口に、MC のクリームシチュー上田信也は典型的な詐欺のやり方だもんな。一回返して、また引き出してって、といじっていた。